ワールドハロー、漫画先輩だよ。さあ、じゃあ今日もやっていこうか。今日は何をやるかというと、前回の話の続きだ。光と影、ライト&シャドウですよね。それをね、どうやって実際今度はキャラクターに入れていくのか、光が当たってどういう風に影が落ち込んでいくかというのをですね、ジョシュア君が知りたいとね、言ってくれた。で、こういうのを送ってきてくれた、ありがとうね。ね、そしてこれは引用しましょう。何でしたっけ、モンスター先輩、モンスター娘のいる日常ね、こういう風にしたいんだと。で、でも実際どうしたらいいかわからない。よし、じゃあやっていこうじゃないか、今回は。それどうしたら、こういう風な表現になるのか、実際にやってみるよ。じゃあ、カメラは下に。さあ、じゃあやっていきまーす。じゃあ、まずやっていくんですけど、もう単純だよね。光がこっち方向から入ってくるわけですよね。そしたら、これもそうなんだけど、こっちから入ってくるから、こういう風な、ここら辺が、影になってここら辺ねにが太くなっているわけですよ。そういうところを入れていければいいよね。つまりこっちで言うとこういうところがこういうところにちょっとベタが増えるだけで一気に濃くなるって、ここら辺もちょっとこういうところがほんのちょっと影が落ちるかもしれない。こういうところが影になっているところって意外と見落としがちなんだけど、そういうところを気をつけてあげるだけで濃さが出たりするわけだね。そしてこういうところとかをもう黒くしちゃってたりするよね。だから黒いところを大胆に増やしていくところとかをつけたりするとより濃くなったりするぞ。ちょっと情報量を増やしつつやっていくと、どんどんこれっぽくなっていくのがわかるかい。This is light。 どうだ、どんどん近づいていくのがわかるか。そして例えばこういうこことかはな、多分別にこれ黒くやったりしてもいいと思う。なんか光と影って多少嘘ついてもいいんだよな。そこは黒いだろみたいなところも実際にリアルに考えるとあるんだけど、もうそこは絵としてですよ。バランスを見てある程度嘘ついていいです。多分そこの嘘のつき方っていうのがみんな慣れてくるとバランス良くなっていくんだよね。バランスだから、もうちょっと線を入れてあげてもいいのかもしれないね。その、まあこれっぽくするならってことだよね。そこら辺で、なんだろう、自分の中のリアルラインだよね。やると、どんどんリアルになって、もうどんどん線を増やせば増やすほどリアルになってから、そこはうまい自分のやりたいところのバランスを見つけてあげるといいんじゃないかなって思います。英語にはできない。でだよ。で、髪の毛だいぶっぽくなったと。で、こういうところもね、だから影になるところにちょっとだけこう、太くしてあげるだけでだいぶ。で、こういうところも、なんかね、布がこういう風になって、こういう風になってると思ったら、ここはチャンスだ。ベタにするチャンス。で、つまりね、今ここにベタを入れたんですけど、プラスベタすると、これってもう線ではなくてラインからシャドウに変わるんですよ。チェンジシャドウです。チェンジシャドウすると、線として見えなくなってくるんだよね。つまり、ノーラインですよ。そうすると、急にリアルになってくる。ここら辺にちょっと線を入れたりすると、このちょっとがね、ポイントなんですよな。ここら辺ほんのちょっとの厚みが、あ、これは失敗した。変なところに影入れると形崩れちゃうから気をつけて。シェイプ、そう、シェイプがおかしくなっちゃう。影入れてみて、シェイプおかしくなったら、ちょっとこれ失敗したなって、後で直しててくれ。要は影が形を決める。シャドウがシェイプを決める。じゃあ、ここまでが髪の毛とか。こういうところもいい、そうなんだよ。こういうところもなんか入れられるところを探すのが、すごく惜しいというか、もう形すごいうまく取れてるから、ちょっと、あと仕上げだよね。仕上げ力。プロとアマチュアの差は仕上げだと言われているぞ。目のところとかはいいよね。トーンとか入る、多分すごい良くなると思うんだ。非常に良いと思います。さあ、そしたらね、ちょっとこういう表現についてもお話ししよう。服の表現、こうやってこんな服じゃないかもしれないが、まあこういう服があったとするじゃないですか。ドレスで、これはね、こういうのどうやって描いてるやねんって思ってる人いるんじゃねえか。これな、これはある時期から急に日本で流行った、これね、デスノートとかでもよく使われるし、加納先生とかもよく、これ加納先生あたりで一気に広まったんじゃないかなと思っていて、実はこういうのってね、筆ペンで一発で描いてるんですよ。This is 筆ペン。そしてこれは、筆ペンとは先っぽが筆になっているジャパニーズペンの一種だ。そしてこれはですね、こういう綺麗な線が引ける。例えばこういう This is ツヤベータ。ツヤベータのポイントはですね、まあこういう風にあるんですけど、一律に入れていこうとすると失敗するんですね。
ああ失敗しなかったノーミスでできてしまったんですけど、あでもこれそうなんだよな、これ失敗しないわ、タバで書いてるから、何もなくこうやってやろうとする、平行線のようにこうやって書いていくと、これめちゃむずいんですね。これやるとスキルがめっちゃいるので、束に合わせてやっていくっていう風に考えた方がベタは、このツヤベタはやりやすい。つまりこういう中でこうやってこういうこの四角を描いていくんだっていうイメージでやると、でだからお役からもやっていくと綺麗なツヤベタができるぞ、こういう束を描いていくんだと。でこれは何の話をしてたかというと、このツヤベタがやりやすい筆ペンっていうのがそもそもあって、ナイス筆ペンがあるんですよ、グッドギアが。でそれがこのパイロットの筆ペン、パイロットズ筆ペン、しかしこれが絶版になったロストですだからもはやみんな手に入らないぞ、これはどうする。そして今日本では買い占めが起きている状況になっている。どうする、これは困った、頼むパイロットこれについてまあ有名なのがペンテルの筆ペンとかがあったりする。あとはプラチナの筆ペンとかも結構有名なんだけど、プラチナのはね油性なんですよ、オイルタイプで。オイルタイプは結構問題で、その後にホワイトが上に乗らないっていう問題があって困っちゃう。でも使いやすいから使ってる人結構多い。で何の話かっていうと、でこれね、この書き方なんだけど、この書き方は筆ペンで一発で書いてる。つまりこうやってこういう影になるとこうやって縁取りして書いてるんじゃないんですよ。これ縁取り、ここを塗りつぶしてるわけではない。こういうのは全部一発でザッと引いて書いてる。これができるようになるとスーパー早く、でもこんなにここにシワないんだけどあるとしてですよ、こういうようなことができるようになるとファーストベリーファーストですよ、ね、ここっていう書き方です。でこの書き方を始めたのが多分ジャンプで言うと、わかんない、もっともっと期限があるのかもしれないけど、多分よく目にするようになったのが加納先生あたりの時からだなっていう感じです。で加納先生のアシスタントをしてた人に聞いたんだけれども、加納先生はこれ油性のやつでやってて、油性のやつホワイトが乗らねえからアシスタントがすげえ大変だったみたいなこれをこのはみ出しとかするわけですよね。はみ出しは後々ホワイトで消す必要があるわけですよ。ミスノンです。オッケー。ミスノンの使い方もやりたいね。いずれね、こういうの消す。これ、アシスタントワーク。消えねえじゃねえか、みたいな。で、その後にこの後、トーンをペタッ、貼ってあげる。できた。そんな感じ。これをマスターすると、非常にいいぞ。こういうのが、一本で引いてあるんだっていうことを、知るだけで、こういう影を一本で引いてみようということにチャレンジしてみれば意外とできるよ。ワンドローイングチャレンジ以上。さあというわけで今日のまとめは、ワンストローク、シャドウイズワンストロークだ。よし、というわけで次回は何やるかというと、水性のペンの中にも実は顔料と染料があるので、その何が違うのみたいな話をするよ。ちなみにこれは顔料、これも顔料、ここにあるこれは多分染料だ。顔、染、その話をする。じゃあまた次回。顔と染って何だよライトコーナー、プッシュ、プリーズ、ボトム、プリーズ、プッシュ、どんどん英語ダメなんですね。またねー。